遺品容器武道雑談。私の武道を見てくださるたくさんの人に感謝します。ところで皆さん、どうやら私の素手の武道を中心に見ているらしい。私の武道は素手の武道が半分、獲物の武道が半分、両方を見ていただきたい。特に素手の武道を基本にして獲物の武道が出来上がっているんで、せっかくだから素手の武道を覚えるとともに獲物の武道を覚えてほしい。素手では限界がある。限界を感じる。やはり獲物を研究すべきである。獲物はこれから何回も出てくるんで、初心者の人も、私はたくさんのことを言うているが、一つだけ覚えればいい。今日一つ、来週一つ、再来週一つ、このペースでよい。これで1年経てば50を覚える。50を覚えたら大したもん。これ私の獲物の技を見てみんな理解しようもた、これ無理。一つでいい。1週間に一つでいい。2週間に一つでもいい。そのつもりで勉強してほしい。お願いします。木刀とか棒とか小刀とか短刀は武道具店に行ったらあると思いますんで、ぜひ入手してください。棒なんか高ければ日曜大工の家で同じようなもの売っていると思う。買うてください。練習に参加してください。もっと獲物の関係を見てほしい。